我々が直接行けるわけではない、あのご家族の方も直接行けるわけではない国です。でも そうするあの助けに行くためには、まあ、こうやって証明いただいて、まあ、あの先ほどあの話もありました半端小風のようなあの活動を やってらっしゃるところ、あるいはあの今回の恵みへの誓いのような映画ができました、あそういった興行を成功させること、まあ、あのそこは大きなポイントになってきます。ぜひともご協力ください。必ずあなたを助けてあの、ここ西口に筒股の道あります。で、
南川の十九の書店のとこもあそこも5つつまたになってます。あのカラオケ館がなんか中洲のような状態になってるところですね。であの東口 の、 あのサンシャインのところですね。あっちの方が微妙なんですけどね、あれをおサロンにしてやるのちょっとびっくりなんですけども、あのそのおサロンを歌ってもらいました。池袋のおサロンで、ね、迷子に迷子に心だけがロマンス通りで、よそ見したその隙にはぐれてしまったの。どこかで見たような横顔を他人の空にだと、やっぱり忘れられずにいる私、池袋西口のノサローネ、ノサローネ、佇む恋心、落とした涙だけが吾妻通りの角、差し込んだ眼差しに奪われてしまったの。覗き込まれた向こうには甘い記憶だけ、やっぱり忘れられずにいる私、池袋南口のノサロネ、ノサロネ、ノサロネ、ためらう恋心、途切れた言葉だけがサンシャイン通りで、ざわめきにかき消され、なくしてしまったの。どこかで聞き覚えある声、ただの空耳だと、やっぱり忘れられずにいる私、池袋東口のノサローネ、ノサローネ、つまずく恋心、ノサローネ、ノサローネ、つまずく恋心。あのこの地元の池袋のシンガーソングライター梶幸宏さんに、お歌の方を披露していただきたいと思います。せっかくだからね、例の助けに行くからと、あと死なわちの歌もあれこれ言っちゃって本当にね、あの空気変わるし、まあまあまあ、やっぱりその日本国内の議員の中で、向こうのお前はどっちの国の議員やねみたいな人がありますあの80年代にあの韓国で捕まえたあのテロリストを釈放してくれっていう署名をしたやつがいますよね、はい、あの社会党の方を人権派で言われてる人ですね。いや、カンナオとシオモではやっちゃったからね、やっちゃいましたからね、うんうん、まあ、そんなことはあってはいけないことであって、あの自分とこの国の議員と、あの自分とこの国家にさらわれた国民とどっちが大事やねんいう話、必ずあなたを助けに行くから、
母と僕らは離れ離れになった。幼い僕らは母の記憶を持たないまま大人になった。長い月日の中で現になる人さらいの影、失われた時間は二度と戻らないけど、必ず必ずあなたを助けに行くから、必ず必ずあなたを助けに行くから、幸せを取り戻すのは八重桜の咲く頃。世界中を震わせた空の大事件、大きな犠牲から見えてきた人さらいの闇。母はどこにいるの、罪人の言葉に揺れる僕、失われた時間に諦めない。必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、幸せを取り戻すのは八重桜の咲く頃。必ずあなたを助けに行くから、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 ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。突然空気変わりますから、すいません。ですね、8年前に椎名町の駅が開着、西武池袋線の椎名町駅が開着された時に書いた曲でございます。椎名町憧れという曲でございます。トキワ荘のあった町でもございます。そんなところが込められております。椎名町憧れ。街を愛
愛してほしいな、ほしいな、愛してほしいな、シーナ町のなれ。漫画の歴史がそこにある、巨匠に憧れて歩いて歩いてまだ歩いて、時はそうはどこだよ、退屈な道すがら私も付き合うわよ。漫画みたいな冗談は一つも言えないけど、愛してほしいな、ほしいな、愛してほしいな、シーナ町こなれ。愛してほしいな、ほしいな、愛してほしいな、シーナ町こなれ。町の名前は地図から歴史とともに消えたけど、新しい駅とともに私はここにいる。愛してほしいな、ほしいな、愛してほしいな、シーナ町こなれ。愛してほしいな、ほしいな、愛してほしいな、シーナ町こなれ。シーナ町こがれ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。さっきの、一番ここでメインでやってらっしゃいただいてるの、必ずあなたを助けに行くから、カタカナで田地幸宏で弾くと、最近も視聴者数が1100何歩かになってて、おかげさまでもうちょっと伸ばしてほしいんですね。皆さん頑張って。で、チャンネル登録もう一つよろしくお願いいたします。でね、これちょっとただただ宣伝するだけじゃなくて、字幕ボタンであると思うんですよ。YouTube の字幕のボタンを開けていただくと、日本語、英語、それから自動翻訳で書けただけなんですけど、ハングルも入れてます。ハングル分かる人は、ぜひともコメント欄に検索でも入れてくれればいいんですけど、なんでそういうことをするかというと、先ほど丹波放送しようかという話ですね。日本語、英語、なんかいろんな、なんかここまで放送してて、北朝鮮にとって不都合な情報が流れてる。この曲もその曲のはずなんで、必ずあの国のどこかの誰かに見られるようにと思って、ファンクも入れております。ありがとうございます。あ、そうです、タジさんそういう思いがあったのね。いや、今度はあれだね、交渉してさ、潮風でちょっと歌うかね。